皆さんこんにちは。学芸員の天井ガイドです。私はサイエンスガイドの辻尾と申します。どうぞよろしくお願いします。今日ご紹介いただくのは大阪市立科学館学芸員小野さんです。どうぞ。はい、学芸員の小野です。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日ご紹介いただけるのは、はい、今日はですね、こちらにあります握ると電池のご紹介です。握ると電池、はい、変な名前ですよね、はいはい、これはですね、あの電池になれる、私たちが電池になる、電池になれる、はい、辻尾さんは電池いつ発明されたかご存知ですか？わかりません。普通考えませんもんね、はいはい、電池はですね1799年に発明されました。で、発明したのはですね、はい、こちらイタリアの古いお札なんですけども、はい、1万リラの、はい、肖像になってます、ボルタさん。ボルタさん、はい、こちらの人が発明しました。はい、お札になるくらいですからね、はい、日本ですと諭吉さんとかね、秀夫さんとかね、いろいろいますけど、それだけ有名な人なんです。で、はい、こちらの人が、はい、電池は2種類の金属、はい、それと電気を流す液体、はい、それがあればできるっていうことをね、発見したんですね、はい、はい、で今日はですね、こちらに、はい、6本の金属棒があります、はいはい、こちら側に3本、こちら側に3本、はい、金属があります。それぞれ1本ずつ握ります、はいはい、じゃあ電気を流す液体はどこにあるかっていうと、こちら、こちら、はい、私はもうないんですけど、ほとんど汗です。あ、はい、汗ですか、はい、汗ってほとんど何ですか？食塩水みたいなもんですよね、はいはい、塩水みたいなもんです、はい、その塩水と2種類の金属で電池になります。なります、はい、やってみましょうかね、はい、ちなみにその電池になったのを確認するのに、ここにオルゴールが仕込んであります、はいはい、で電気が流れてオルゴールが鳴ったら電池ができたということになります、はいはい、ではこちら側の今日はマグネシウム、はい、でこちらには金銀銅ありますけども、一番いいのは金ですが、何がお好みですか？やはり金ですね。金ですか、はい、じゃあ金とマグネシウムで電池になるかやってみます、はいはい、ではマグネシウム握って、金を握ると、確かに聞こえます、聞こえます、皆さんも聞こえますかね、いかがでしょうか？確かに聞こえます、はい、ちょっとね、音は小さいんですけどもね、確かに音が鳴ってます。手を離すと止まりました。止まりますよね、はい、こちらの種類の違う金属2つですよね、はい、それと私の汗で私の体を通って電流が流れてる、はい、これが電池の一番簡単な仕組みなんです、はい、でここからですね、あの乾電池であったり、スマートフォンとかで使ってバッテリーとかっていうね、はい、複雑なものが出来上がってきたんですね。その電池の一番最初のご先祖様をね、自分で作ってしまうという電池です、はい、これが握ると電池、握ると電池、はい、簡単にできますね。ぜひ大阪市立科学館4階握ると電池体験に来てください。お願いします。ではさよなら。はい、さよなら。